停留場は、高知県高知市大津にある都佐電交通5面線の路面電車停留場。大津両石通りと案内されることもある。本校ではかつて付近に存在した大津停留場についても述べる。一節前の停留場両、石通り停留場が開業したのは1910年12月。土佐電、交通の前身都砂電気鉄道によって過後、停留場から大津停留場までの区間が、 開通したのに合わせて開業した。この大津停留場は、東停留場の隣、五面町より0 4トル地点に存在した停留場。東停留場に同じ区画の大津間の開通に合わせて開業し、当時は、針間や橋方面から開通してきた路線の終点だった。翌1911年1月には、五面町方面に路線が伸び、 ごめんなかち通り停留場までの区間が開通。大津停留場は、その後、1912年以降に廃止されたとされる。2003年には北を流れる船入川の河川改修とそれに伴う道路の拡幅を受け、到底留場付近でご面線の軌道を新線に切り替え、合わせて到底留場も移設されている。渡り線ホームは2面あり。 東西方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに配置される。線路の北側にあるのが、五面町方面行きのホーム、南にあるのが、針間や橋方面行きのホーム。針間や橋方面のホームに、職員、男女兼用の推薦式便所がある。駐輪場も整備されている。五面町方に渡り線があり、針間や橋方面への折り返し便が昼間を中心に、設定される。 近くに高校があり、住宅も多いため利用者は比較的多い。お校長八幡地区など南国市一部地域の最寄りとなる。停留場名にある両席は根引峠の上り口にあたる南国市の地名。当地から北に伸びる旧街道を進むと両石に至る。ABC 土佐電鉄が走る町根尺87ページ。ABCDE トサ電鉄が走る町根弱100.156から158ページ。ABCDEFGH 今尾啓介。日本鉄道旅行地図帳11中国四国。新庁舎。2009年。61ページ。ISBN978 から4から10から79万29から6。AB 服部重隆。路面電車新時代 LRT への軌跡三回道。2006年。 294ページ。ISBN4 から381018168。上野広と、土佐電交通、再出発、便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABC 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全配線第二関四国西部エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2013年。 35.91ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。AB 川島慶造、全国鉄道事情大研究四国編、創始者、2007年、292ページ。ISBN 978から4から794216151。AB、路面電車は行く高知高知新聞社。 1998年10ページ。ISBN4 から875032684。ありがとうございます。